水岡俊一さん立憲国民新緑部会社民の水岡でございます今日は短い時間ですがどうぞよろしくお願い申し上げます今日は国土交通省から和田正宗政務官にご出席をいただきましてありがとうございますあの今日は go to トラベルキャンペーンについて一つお伺いをしたいということでご連絡をいたしました。あの観光庁の方から質問取りがございまして、まあそこでお話をいただいたのは、まあ修学旅行はゴーとトラベルキャンペーン活用できるのかとこういうまあ質問をしたいということを申し上げたところですね。えー、観光庁からは修学旅行は go to t r a v e キャンペーン活用できますといろいろな場面でお伝えをしているのでもはや周知の事実ですとそれでも質問なさいますかとこういう趣旨のお話がございましたこの和田政務官は同じ認識でしょうかいかがでしょう和田国土交通大臣政務官 お答えをさせていただきます、えー、先生ご指摘の通りですね足らざる部分があるのであれば我々はしっかりと説明をしていかなくてはならないというふうに思っております、えー、観光庁の職員が先生に対してそのようなことをあの申したということを今あの初めて認識をいたしましたが私としては、えー、しっかりとですね徹底的にそして分かるように 全力で周知をしていかなくてはならないというふうに思いますので、えー、先生、ご指摘のことをしっかり踏まえながら、ですね、えー、我々は懸命に周知を図っていきたいというふうに思っております水岡俊一さんあの。私が観光庁の方に申し上げたのは、周知の事実ですとおっしゃったので、じゃあ、あ修学旅行は東京発着除外をされるということについては、 皆さん、お分かりですかって聞いたら、いや、それは先日発表したところですね、こういうようなお話がございました。今、和田政務官から足らざるところがあればというお話がございましたが、この修学旅行のことについて、東京発着が除外される、このことについて、皆さんはよくご存知でしょうか、いかがでしょう。う和田国土交通大臣政務官。 これにつきましても、ですね、私はもっとしっかりと周知を図っていかなくてはならないというふうに思っておりますので、これは観光担当の政務官、また GoTo トラベルキャンペーン担当の政務官として、ですね、しっかりと皆様方に、東京は現在のところ、対象からは延期ということで、修学旅行を外れているということは、ですね、しっかりと周知を図っていかなくてはならないというふうに思っておりますので、これもしっかりと分かりやすいように、そして徹底的に そして皆さんに届くようにですね周知をしていきたいというふうに思っております水岡俊一さん。あの少し細かいことですが、えー、東京が除外という、このことの要件って簡単になんなんでしょうね、どういう修学旅行が除外されるんですか和田大臣政務官。はい これに対しましては、東京都内の学校の修学旅行、そして東京都内への修学旅行も当面の間、本授業の実施を延期させていただくことになっております水岡俊一さんあの。例えばですね、神奈川県に住んでいる学生が、通っている学校が東京で、東京の修学旅行になっていると、東京の学校が修学旅行に行くというケース。 これはどううなるんでしょう和田大臣政務官、はい、これはあの東京都内の学校の修学旅行ということになりますので、基本的には東,東京都内のに存在する学校の修学旅行ということで、えー、ございましたら、これは現時点では、えー、当事業の対象からは延期ということになっております、対象にならないということでございます。伊一さん委員長それでは 東京都の住人であるけれども、神奈川県の私立学校に通っている学生がいたときには、この子たちの修学旅行はどうなるんでしょう和田大臣政務官、えー。お答えをさせていただきます。えー 現時点で、ですね、えー、観光庁におきましては、東京都内の学校の修学旅行、そ,そして東京都内への修学旅行も当面の間、えー、本事業の適用にはならないということで、えー、整理をしておりますので、えー、まさに東京都内のお学校の生徒であれば、これは対象にならないというところでございます伊豆岡修一さん。はい、委員長いやだから 東京都の住人であるけれども、神奈川県の高校が、まあ、例えば修学旅行行くというときはどうなるんでしょう和田大臣政務官、はいえー。現状におきましては、我々の整理におきましては、えー、東京都内の学校に所属をし,している。 生徒の修学旅行は対象にならないということでありますので、神奈川の学校に通う方ということは、現状におきましては我々は対象となるということで、整理をしていると認識をしております水岡俊一さん。まさにその感染防止の観点ということから見ると、今のお答えは納得できないですよね。であの ちょっと細かいことを聞いて、あの恐縮だったんですがあの、なぜそういうことを聞いたかというと、6月の26日に、文部科学省初等中等教育局児童生徒課と国土交通省観光庁参事官の名前で、事務連絡が出ていますね。で、それで、えー、こう修学旅行、このキャンペーン使ってくださいねという連絡が出た。 しかし今、お答えをいただいたように、東京都に関わることで、除外の修学旅行が出てくるということについて、事務連絡、あるいはどこかに文書で明記をされているものが出ているんでしょうか和田大臣政務官。え先生の,あのご質問は、まさにあのこの対象の。 害となった後延期になった後そういったものがあの出ているのかというようなご質問であろうというふうに思いますけれども、これについては、しっかりとですね我々も周知を図っていくというような観点の中で、ちょっと確認をさせていただきまして、必要なあの適切な措置を取っていきたいというふうに思っております水岡俊一さんあの。私が知る限り出ていないと思いますが、もしそうであれば、ですよね非常にこれ、重要なことじゃないですか。 そしてもう一つ申し上げるならば、経済活動をこう進めるという意味で、このキャンペーンを貼られたということかもしれませんが、こと学校に関わる、教育に関わることであれば、これは教育活動ですよ。修学旅行は特別教育活動ですよね、大臣。ですから、その特別教育活動における内容で、子どもたち、学生、児童、生徒が理解できないような問題。 公平性であるとか、あるいは平等であるとか、そういった観点で子どもたちを日々指導している学校、教職員にとって、これ、どうやって説明するんですか、どこにも書いてない、ね、誰かがそう言った、ね、尋ねたらそう答えた、ね、Q&A が出ているのを私は知っています。 しかし、ちゃんとした事務連絡、責任者の名前が入っている事務連絡がないとすれば問題じゃないですか、政務官。和田大臣政務官あの。先生のおっしゃる課題についてはあの、私もしっかりと受け止めさせていただきたいというふうに思いますので、先生のご指摘を踏まえながら、ですね適切に対応していきたいというふうに思っております水岡俊一さん。あの政,政務官ぜひよろししくお願いまいます、えー、大臣、えー、もう時間がありませんが 二次補正予算がが成立をしててからもうすすでに40日が経っておりますで二次補正の中で、緊急的な追加配置を検討いただいて、予算を作っていただきました、その追加的な配置の状況はいかがでしょうか、そしてその状況を踏まえて、大臣はどういう見解をお持ちでしょうか。萩生田文部科学大臣 第2次補正予算におきまして、学校全体の指導体制の充実を図り、子どもたちの学びを保障するため、教員の加配、学習指導員、スクールサポートスタッフの追加配置分合計約8万5000人分、310億円の計上に対して、各自治体からは、その約8割に当たる6万7千人分の申請がございました。 えと先週末、各自治体に内示を終わらせたところでございます。これを踏まえまして、少人数指導や放課後、夏季休業中の補習、習熟度別学習の実施など、全国各地において学習指導を充実するための人員配置や、校内の消毒等の教員業務支援のための人員配置などが大規模に実施される予定です。なお、執行残学につきましては、すでに各自治体に対して、二次募集を始めており、 現場や教育委員会の声をしっかり聞きながら、各自治体における追加ニーズに迅速に対応してまいりたいと思っております水岡俊一さん大臣、下配教員のケースありましたよね、3100人配置をするということで、私たちにとっては3100人って、全国の学校に、ね、のことを考えると、たった3000人ですかと。 こういうお話をしたと思いますが、この3100人の配置の中で、えー、今、すでに配置がされているというのは、1872人と聞きました、わずか6割です。40日間も経ってるのに、わずか6割しか配置ができてない、これどうですか、大臣。なぜできないんでしょう。貴重な予算を投じていただいて、 3100人だったんだけれども、6割しかまだ配置ができない、その理由を大臣はどうお考えですか萩生田大臣。ああのま加、あ、配は常に先生、そうだと思うんですけど、どうしてもあの自治体の負担というのは生じますので、あの各自治体、各学校現場、さまざま事情があって、えー、本当にあの人が追加で欲しいんだけれども、財政的にそこまで判断ができないという事情も中にはあるんではないかなと思っております。 水岡俊一さんまざ、あ、まな問題があると思いますが、そういった地方自治体のいろんな事情もあります、また、人材がいないということも事実です、ですから、この人材をちゃんと確保していくということを、文部科学省として、大きな判断を持ってやっていくべきだと、こういうふうに思いますが、最後に一つだけ、今、コロナの対策として、 1>, 1メートル以上空けて子どもたちに座らせるということをずいぶん頑張って学校はやりました。そういったことから考えると、もう教室に40人も入らないと、だから20人ぐらいで分散登校してと、まあ、こういう努力をいっぱい学校はしてきたんですね。で、文科省もそういう指導をされました。まあ、それは僕は妥当だと思うんですね。そんな中で、今、世界的な標準の学級の定数を見据えながら、 今、これから第2波、第3波、来年、再来年、新しいウイルスにより感染症が出るかもしれない、そんな中で、日本の学校の標準の定数を変えていく、教職員の定数、配置を変えていく、そういうお考えをぜひ大臣には持っていただきたいと思うんです、大臣のお考えを伺って終わりにしたいいと思います萩生田大臣。ご指摘のとおり、このコロナを経験してですね。 あの児童・生徒の安全、しっかり考えていかなきゃならない、すなわち、アフターコロナの学校の在り方っていうのは、今までの概念から大きく変えていかなきゃいけないと思ってます。今回、政府の骨太の方針の中にも、少人数学級等のワードを入れることができました、具体的に何人ということをここで申し上げると、一人歩きしてしまうんですけれど、あのしっかり専門的な皆さんと話し合いをしながらです、ね、安全で快適な教育環境っていうものを作り直していく、その決意は揺るがないものでございます。 下下野野六六さん公明党の下野六太でございます今日はあの初めての質問になりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。まず初めに、令和2年度の7月豪雨災害に関連してお伺いをしたいと思います。今回の 令和2年度7月豪雨災害に関連して各市町村からさまざまな要望が上がってきていますそもそもコロナによる休校からの学びの遅れの保障が必要な上に今回の災害による学校施設の復旧や休校によりますます被災地ではさらなる支援が必要となります特に被災地域からは学校施設の復旧教職員の増員や 1>, 1人1台端末の早期整備の要望がありますが、文科省としてどのようにそれらに応えていくのか、大臣のご決意をお伺いいたしたいと思います萩生田文部科学大臣。今般の豪雨による対応にあたっては、まずは子どもたちの安全確保に万全を期すことが最優先であり、併せて最大限、子どもたちの学びを保障することが重要であると考えております。 これまで文科省としては、令和2年7月豪雨への対応として、熊本県の政府の現地災害対策室に、リエゾンとして職員1名を派遣するとともに、先週の金曜日17日には、亀岡副大臣を先頭に、熊本県に現地視察チームを派遣をしました、被災地の状況やニーズをきめ細かに把握する体制を取ってきたつもりです。こうして得られた被災地の情報をもとに、さらに被災した学校施設、 設備の復旧について災害復旧制度を活用し速やかで円滑な事業実施が図られるよう公立学校施設の災害復旧の担当者を熊本県と福岡県に派遣し具体的な事務手続きの説明や個別の状況に応じた相談に対応したり被災した地域の学校に対する人的支援につきまして下配教員や学習指導員スクールサポートスタッフの追加措置について具体的な要望を聞くとともに 事業者への働きかけを通じた学校の ict 環境整備を行うなど、被災地の状況やニーズに応じた対応を行っています。文科省としては、子どもたちが1日でも早く日常を取り戻すことができるよう、引き続き被災地のご要望をお伺いしながら、先手先手で被災地の支援に全力を尽くしてまいります。下野六太さんえ、はい、ご丁寧な回答ありがとうございます。 次に今回の避難所となっております学校施設についてお伺いをしたいと思います。今回の避難所となっている施設の半数近くが学校関連施設でありますがエアコンの設置トイレやスロープのバリアフリー化そもそもの学校施設の老朽化など避難所としての学校施設はまだまだ改善すべき点が多くあるようです。いわゆる 骨太の方針においても、我が党の提言も踏まえ、学校施設の避難所、機能強化は記載されておりますが、これだけ災害が多発し、ウィズコロナ時代の学校としてソーシャルディスタンスやギガスクールに適した学校施設が求められる中、従来以上に学校施設整備に力を入れる必要があると考えます。学校施設の防災強化、老朽化対策、 ギガスクール時代にふさわしい学校施設整備に関する大臣のご所見をお伺いいたします萩生田大臣学校施設は子どもたちの学習、生活の場であるとともに、災害時には避難所となることから、その防災機能を強化し、安全安心な教育環境を確保していくことが不可欠です。今今般のの7月豪雨災災害害をはじめ昨今気,候気,象気候変動等の影響によりまして災害が激甚化 頻発化している状況にあり新型コロナウイルス感染症への対応も含め子どもたちの生命と健康を守る取り組みをしっかり実施していく必要があると考えていますまたソサエティ5.0時代の到来やポストコロナ社会を見据え一人一台端末の環境のもと、必要な教育環境を整備していくことが求められておりこのため文科省では学校施設整備の観点から様々な学習活動に対応できる自由度の高い空間の整備を含めた 老朽化した施設の計画的・効率的な長寿命化、校舎や体育館への多目的トイレやスロープの設置などのバリアフリー化を含めた防災機能の強化、特別教室への空調設備の設置やトイレの改修、給食施設の整備などの衛生環境の改善を図るため、学校施設整備に支援を行うとともに、施設整備の指針や事例集を作成をし、横展開を図るなど、学校設置者の取り組みを促してまいります。 さまざまな災害や感染症などの課題に対応しつつ、子どもたちの安全安心な教育環境の確保を含め、令和の時代にふさわしい教育環境の整備にしっかりと取り組んでまいりたいと思います下野六太さん。はい、引き続きあの、学校施設の整備に対して、ご尽力をよろしくお願い申し上げます次にに学生支援緊急給付金についいてお伺いします。 先ほどもからも幾度となく出てきている内容ではありますが、新型コロナウイルスの影響で、アルバイトができなくなり、収入が減少した学生への支援として、10万円の給付を行う学びの継続のための学生支援給付金でありますが、現在、二次募集がもうすぐ締め切られようとしております。一部報道で 保留となっていいる学生さんが相当数いますまた必要な支援制度の周知がまだまだ足りないとありますが支給状況をお聞きするとともにすべての困難な状況にある学生さんをこの給付金をはじめ家計急変の場合には授業料減免と給付型奨学金さらには無利子の緊急特別奨学金など あらゆる支援策を届ける努力が一層必要であると考えますが、大大臣臣のご認識をお伺いします萩生田大臣学びの継続のための学生支援緊急給付金は、アルバイト収入の大幅な減少等によって、大学等での就学が困難になっている学生を支援するため、5月19日に閣議決定を行い、創設したもので、5月29日から支給を開始し、 7月からは第2次推薦を開始しているところでございまして、現時点で1次推薦分と合わせて約26万人への支給を決定しています。現在行っている2次推薦においては、1次推薦では推薦できなかったものの、各大学等において支援が必要と判断し、保留としている学生の数を調査した上で、大学等の実情を踏まえた配分額を提示し、支援を必要としている学生等に確実に支援が行き渡るように進めているところです。 また、本給付金につきましては、大学等において、学生の自己申告状況に基づき、総合的に判断いただき、推薦する仕組みとなっていることや、審査に際して、学生へのヒアリングなどを通じて、実情に寄り添った形で審査判断いただきたいことについて、いただきたいことについて、大学等に繰り返し周知するとともに、学生に対してもホームページの周知に加え、大学等を通じて周知をしております。加えて、文科省としては、本給付金のみならず、 高等教育の就学支援新制度等の支援策や、緊急特別無利子対応型奨学金など、国の支援策を学生の学びの支援、緊急パッケージとして取りまとめ、各大学等にお示しするとともに、各大学等に対して、各大学等独自の支援策も含め、経済的に困難な学生等が活用できる制度を総合的に周知するとともに、 きめ細かな相談対対応をを行うようよ大学等にししてての依頼をしているところです引き続き大学等に対して、学生の実情に寄り添った対応をお願いするとともに、学生には所属する大学等に積極的にご相談いただけるよう、情報発信に努めてまいりたいと思います下野六太さん。引き続き、学生の支援をよろしくお願い申し上げます。 続きまして教職調整額についてお伺いをします2月27日の木曜日夕刻安倍総理から突然の3月2日月曜日から学校を休業にしてほしいとの発表が出されました全国の教育現場は騒然となりました3月2日月曜日から学校を休業にするのならばそのための準備は 翌日の2月28日金曜日の一日しかありませんでした現場の先生方は卒業式は学年末の行事は修業式はどうすると不安な気持ちを抑えて必死に準備をしていきました徹夜状態で自宅で学習自主学習ができるような学習プリントを印刷製本された先生方もたくさんおられました 卒業式や入学式も規模を縮小して実施、十分なお別れの言葉も一人一人にかけられない状態が続く中、子どもたちの心に届く励ましの言葉をかけ続けてくださいました。5月末から登校できるようになった現在も、遅れた分の学習を補充学習という形で必死に埋め合わせようとしてくださって、戦ってくださっております。 昨年の国会で教員の働き方改革として、給得法を成立していただいたおかげで、先生方の残業時間は減少しています。喜びの声が私のところにも届けられています。ありがとうございます。しかし、未だに教師の仕事は、ブラック企業のイメージが払拭できていないというのが現実であります。小学校、中学校の教員採用試験の倍率が、 減少傾向に歯止めがなかなかかからない状況にあります福岡県を例に教員採用試験の倍率をこの直近の10年間で調べてまいりましたら平成22年ではですね小学校の教員採用試験倍率は8.29倍でした中学校はなんと15.4倍でありましたそれに対して10年後の 令和元年ではですね、この8.29倍が1.3倍になっておりますそして中学校では15.4倍が3.9倍となっていますもう危機的な状況であります、えー、これで現場がどういう状況に陥っているかと申しますと、えー、基本的にあまり努力をせずに教員採用試験に向かって 心構えが十分にできていない方が現場で教壇に立っているというような現実が生まれました、そうすると、初任者研修等の非常に厳しい状況を、研修をなかなか乗り越えることができない、さまざまな形での保護者の対応にも、えー、こんなはずじゃなかったというような人が非常に増えている。 そこで簡単に教師を辞めていく、離職していくというような事態が生まれ、そうすると、一人が欠員になると、誰かがカバーをしなければいけない、えー、今現在、教師の人材不足はずっと続いておりまして、そこで教,教育事務所に、えー、講師の依頼をしても、なかなか現場にはすぐには、教師の補充,補充というかですね、 非常勤講師や常勤講師は来ないような現実がありますそういった問題が非常に続いているというのが現状でありますこのままいくとですね私は、えー、一倍をもしかして切るような事態になるのではないかというような危機感を持っております一方ですね地方公務員の、えー、福岡県のですね あすいません全体ですね、地方公務員の競争率は6.0倍なんですね、これに対してやっぱり我々は考えていく必要があるというふうに思っております。働き方改革で教職員の残業時間は減少しています。遅くまで学校に残るということは、減ってきたことは素晴らしいことであると私も認識しております。しかしかな若者にとって 教職という仕事が魅力ある仕事に移っていない可能性が指摘されています今こそ処遇改善に取り組むべき時ではないかと私はそう思いますまずは昭和46年から49年間にわたって変わっていない教職調整額のこの4%を今1%でも2%でも上げていくという努力を をしていくことが必要ではないかというふうに考えておりますこのような状況をしっかり考えていかないといけないと思ってますがこの点について見解をお伺いします丸山初等中等教育局長お答え申し上げます現在の給特法の仕組みはまあ教師がどこまでが職務であるのか そういった点について切り分けがたいという教師の職務を踏まえたものですが一方給特法制定から半世紀を経た現在保護者や地域の意識の変化の中で業務が大きく積み上がっておりますまた働き方改革の推進の観点から労働法制も大きく変化転換をしておりますが見直しにあたっては確かなデータと国民的な議論が必要であると考えております そのため昨年、給湯法改正等を通じた働き方改革の取り組みと成果に加え、今般のコロナウイルス感染症にかかる勤務実態も踏まえつつ、令和4年度に教師の勤務実態状況調査を実施をし、その結果などを踏まえながら、教師に関する勤務環境について、給湯法などの法制的な枠組みを含め、検討を行ってまいりたいと考えております。 下野六太さん、はいえー、文科省の方にです、ね、あのレクを行っていただいたときにもです、ね、そのようなあのご回答をいただきました。えー、令和4年度に、えー、アンケート調査を行って、えー、もう一度、そこでまた考えていくというようなご回答でありましたが、えー、現在のこの教員の、 教員採用試験の倍率等を、やはり考えていく必要があるのではないだろうかというふうに、私は思っておりますので、えー、しっかり、えー、この点をですね。その令和四年,年で、そこで検証していくというのは、非常に大事だというふうにも思います。しかし、えー、こう待ったなしの教員採用試験のこの倍率の今の現場の状況等を、もう一度。あの 検討をお願いしたいなというふうに考えております。丸山局長。え、あのご指摘ごもっともな点。あると思います。あの省内でですね、えー、と関係のセクションでしっかりあの研究を進めていきたいと思います。下野六田さん。ありがとうございます。ぜひ問題意識を全員で今共通理解していきたいと思います。よろしくお願いします。 次に、教員免許更新制度についてお伺いします。2009年4月から導入された免許更新制度、スタートから11年になります。このあたりでしっかりと検証する必要があると思います。教師の質の向上のために免許更新を行うという考えには賛成です。しかし、そのあり方を考える必要があると思います。 まず大学で30時間の講義を受講するために、現場の先生方は、どのようなことをやっているかといいますと、申し込みの日付が変わる真夜中、要するに夜中の12時から申し込みがスタートするんですね、ネット上で。その12時前に、パソコンの前に陣取って、12時の時報とともにネットで、 希望すするる大学のの講座の申し込みを行っているといとううような現状があります、えー、自分にとって少しでも有益な講義を受けたいという先生方の気持ちが、そのような行動を取らせるんだというふうに私は思っております。そこで、希望の、えー、講義を受講できなかった場合、当然ながら不本意な講義に対しても、受講料を手出しで支払わねばなりません。 大体のところ、大学での講義は、夏休み中に1日6時間を5日間行われるようになっています。地方に住んでいらっしゃる先生方にとって、交通費や宿泊費の自己負担が発生します。働き方改革に逆行しているのではないかと私は考えます。これに対して、次の代案を提案をしたいと思います。30時間の講義は 大学での講義ではなく、各都道府県や政令市が持っている教育センター主催の講座を30時間受講することで代替とすれば、教師の自己負担がなくなるばかりか、教育センターも活性化するのではないかと考えます。福岡の教育センターは、素晴らしい講座をいつも準備をしてくださっております。 何度となく研修を受講させていただきましたがすぐに教育現場に還元できる素晴らしい内容の講座ばかりであり受講終了後の清々しい気分は未だに忘れることはありませんどのような気分かというと明日早く子どもに会いたいというような気分にならせていただきます今日習ったことが明日現場で子どもたちに使えるというようなそういうふうな講座を 数多くセットしてくださっておりますし、それに加えまして、なかなか希望が集中している大学での人気の先生の講座は、個人では戦いに敗れ、その講義を受講することができなかった先生方が、教育センターが招聘して、講師としての講座をセットしてくださいますから、 確実に受講できるというようよなメリットもそこにはありますそして30時間の講義は1日6時間の5日間を私は3日間と2日間の2つに分けて10年目と11年目の2か年にわたって受講できるようにすれば働き方改革に沿う形になり経済的負担と物理的な負担が減るのではないかというふうに考えておりますが。 この見解をお伺いしたいと思います。浅田総合教育政策局長。はい、えー。教員免許更新制につきましては、えー、ご指摘のように教員が、えー、忙しい中で、えー、経済的、物理的な負担感が生じているという声があることは私も承知をしております。まあ、あの今でもですね、大学だけではなくて都道府県指定都市、中核市の教育委員会も。 免許状更新講習の解説者として認められております。したがってあの更新講習を実施することが可能です。で、とそれからあの更新講習のと実施の仕方というか受け方につきましても。 えと法令上、2年2ヶ月の間に30時間を受講すればよいということなので、あの <coughs> 一時期にこう数日で集中的に受けることもまあ可能なんですけれども、そうではなくって、えー、全く別の時期にこう分割して受講するといったことも可能ではございます。であの文科省としては、えー、教員の働き方改革 といった観点もも踏ままえてこれまで,もですね例えば、この更新講習と他の研修を兼ねて実施するといった工夫はできますよということを教育委員会にお知らせをし、かつそれぞれの状況に応じてというか配慮して、そういう取り組みにも努めていただきたいということをお願いしているところです。例えば福岡市ですねあの 今も例に挙げていただきましたが、教育委員会が自ら更新講習を実施をし、かつその更新講習を受けると、中堅教諭と資質向上研修の一部が免除されると、そういった取り組み、今配慮をです、ね、しているところもございます、そういった取り組みがさらに広がることも期待をしています。それから大学の講義についてもです、ね、やはり例えば今お話しあった 受講希望者が非常に多いようなものは例えば大学の側でもより多くの人が受けられるような配慮や努力をするとかそういったことも大学の側にもやはりお願いをしてお願いというかそういう取り組みを求めていきたいと思っていますであの先生あの教員免許更新制についてこのあたりでしっかりと検証をというお話でございますがあの現在中央教育審議会で 教員の勤務の長時間化、あるいは教師不足の深刻化といった課題も視野に入れながら、教員免許更新制や研修の在り方にかかる包括的な検証をまさに進めることとしております。今後、こうした議論もふ踏まえて、必要な取り組みを進めていきたいと考えております下野六田さん。はいえー、今の,あの丁寧なあのご回答の中に、えー、あるようなお話がですね、 実は、教育現場では周知がされていない、徹底がされていないということで、ですから、単年度で皆さん30時間を消化しなければいけないというふうにしか思っていない教員がほとんどであるというのが実態なんですね。ですから、制度は作ってあっても、それは周知がされていないと、それを活用される人が非常に少ないと、現場で働き方改革とは逆行するような、そして経済的や、 な負担や物理的な負担が生じているというのが、これが現状でありますので、私はもう、そういう制度がありますよではなくて、大学でのこの教員免許更新制度で、大学で受講するというのを、もう改めて、しっかり教育現場に近い教育センター主催の講座に代替すると、そちらに発展的に移行するというような形を取った方が、 教師の資質向上に的確につながっていくのではないかというふうに私は考えているんですが、いかがでしょうか浅田局長現状では、えー、さっき申し上げたように、まあ、大学も開設をできるし、教育委員会、教育センター等も開設をできるということです。であのやはりあのそれぞれですね、多分ニーズはあるんだろうと思っています。 であのただ教員の側からするとより受けやすいものあるいは負担の少ないものさらに言うと日々教育現場で仕事をしているわけですからそこの実践にすぐつながるもの生かせるものそういったメニューが数多くあってかつそれをできるだけこう自分の希望に応じて選べる。 受けられるという状況を作ってていいくこととが大事ななんだろうなと思っていますそれから先生今おっしゃったそういう仕組みはそうなっているけどそれが十分に知られていないじゃないかというのはこれはの他の分野でもあることですけれどもやはり我々は我々としてはいろんな現場のためにと我々も思っていますで現場のためにと思ってできるだけその現場にとって あのいいような仕組みを工夫しているつもりですがそれがやはり届いてないそれから使われてないのではそれは意味がないというか我々の気持ちが届いてないわけでそこはあのさらに努力をしていきたいと思います下野六太さんありがとうございますぜひ現場に声が届くようによろしくお願いします次に学級のて子どもたちの児童生徒数の定数についてお伺いします 現在の学,級学校では一学級あたりの子どもたちの定数が40人になっておりますがしかし今回のコロナの感染症対策や様々な形からこの定数を見直すときに来ているのではないかというふうに考えております実際のところですねもうすでに多くの自治体で小学校一年生や小学校六年生に対して40人を用いずに 35人の定数にして、自治体が予算を負担をして、そしてそれらを35人学級にしているという自治体が非常に多くあります、もう独自財源を活用しての35人学級が先行してしまっているような現状にあるのではないかというふうに考えております。今回のの骨太方針の中でも少人数学級がが出されておりますが 施設の問題や教職員の,あの配置の問題等様々な問題等があると思いますのでこの40人学級をいきなり30人学級にするのは非常に施設整備の観点から私は環境整備が難しいのではないかと考えますちょっと無理があるのではないかと思いますのでまずは35人学級を実現をしてそこで段階的に 30人学級に目指していくという考えでいってはどうかと考えますがいかがでしょうか丸山局長お答え申し上げますこれまでの新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ子どもたちの学びを保障するとともにギガースクール構想の下個別最適化された学びを実現することができるよう児童生徒一人一台端末の下での 効果的な ICT の活用や身体的距離の確保など新しい時代の学びを支える環境を整備することが重要であるというふうに考えております公明党からいただきましたご提言も踏まえまして全ての子どもたちの学びを保障するための少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備などについて関係者間で丁寧に検討した上で必要な予算の確保に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います 下野六太さんありがとうございますぜひ子どもたちの環境をより学びが深められる環境をぜひよろしくお願い申し上げます <coughs> 次にギガスクール構想の今後の予算配分についてお伺いをしたいと思います今年度数年間の計画の前倒しでギガスクール構想で一人一台端末上限4万5千円の予算が成立をして 教育現場は非常に喜んでおりますが、一方、このことに対する懸念も生じております。どのような懸念かと申しますと、ことし、今年度、予算執行して、一人一台端末を購入した、すると、その来年度、再来年度、5年後、6年後に購入した端末は、 開会の時期がやってくるその開会の時期に予算はちゃんとつけられるのだろうかというような、こういう不安を自治体、行政職員や地方の議員さんも持っていますが、この点について、今後のギガスクール構想の予算配分についてお伺いしたいと思います丸山局長。お答え申し上げます。文科省では我が国の えー、学校 ICT 環境を抜本的にまあ改善すべく、ですねギガスクールコースの実現として、1人1台端末の整備等をまあ現在進めているところでございます。今回の補正予算による整備については、各自治体が安価に学校 ICT 環境を維持管理ができるよう、文科省として事業者への働きかけも含めまして、さまざまな施策を講じているところであり、整備が円滑に進むよう、引き続き丁寧に対応してまいりたいと考えております。 お尋ねの更新にかかるまあ費用負担のあり方につきましては、今後、関係省庁や地方自治体と協議をしながら、検討をしてまいりますが、その検討のためにも、まずは令和の時代のスタンダードとして、学校における一人一台の ICT 活用が当たり前である社会を作り上げることが前提と考えているところでございます下野六太さん。 はい、今後もあのギガスクール構想がしっかりと社会に当たり前として根付いていくような予算配分をぜひお願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました